今回は元バドミントン選手でスポーツトレーナーの荒木あかねさんをご紹介します。荒木さんは埼玉県出身で1996年10月21日生まれの A 型です。身長176センチ、体重63キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定で E から F カップと思われます。母親が中国人、父親が日本人である荒木さんは中国とのハーフで、中国の美人の系統と思われる大きくてつぶらな瞳とやや童顔でありながらも妖艶な雰囲気のルックスが特徴の美人アスリートです。荒木さんは高身長でスレンダーなボディ、まるで完熟果実のような大きなバスト、色白の綺麗な素肌、長い手足、すっきりとしつつも綺麗な曲線を描くウエストラインやヒップライン、太もも、細く引き締まった足首と全身どこをとってもセクシーと言っても過言ではないでしょう。また荒木さんの瞳はアイメイクが映える形をしているので、メイクによって表情の可愛らしさやセクシーさがどんどん変化していきます。そのため何度見ても飽きない画像や映像もポイントの一つですね。荒木さんのインスタグラムや TikTok では、さまざまなビキニ姿やタイトなミニスカートやワンピース姿、ストリートファイターのチュンリーのコスプレ、鍛え上げられてシックスパック化した腹筋写真など見どころもセクシー度も満点です。特に比較的スッキリしたアイメイクで童顔さが際立つビキニ姿の荒木さんの写真や映像は超絶ギャップ萌えで要チェックです。また TikTok ではビキニ姿でカメラに向かって開脚ストレッチをしている動画をアップしたり、タイトなトレーニングタイツで I 字開脚した写真やセーラー服姿をアップするなど、男性ファンの目を釘付けにすること間違いなしの内容になっています。興味がある方はチェックしてみてください。そんな荒木さんは母親がバドミントンの元世界チャンピオンで、7歳からバドミントンを始めます。小5の時には中国に2年間移住しバドミントン修行を行うなど英才教育を受け、埼玉栄中学、青森山田高校とスポーツの名門校で腕を磨き、社会人時代までバドミントンのトップクラス選手として活躍します。全盛期には日本ランキング8位になるほどの腕前でした。引退後は25歳でジムに勤務し、トレーナー指導を学び、25歳で独立、パーソナルトレーナーとして活動中です。荒木さんのような美人でセクシーなパーソナルトレーナーの指導を受けたいと思った方もかなり多いと思います。現在は独立間もないこともあり、写真集や DVD などの展開には至っていませんが、今後も荒木あかねさんの活動を応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。